おはようございます。カモンマテリアル、はい、マテリアルの坂上五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な可能性のマテリアルを集めて新しいことに、チャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するための番組です。はい、言えた、はいということで、はい、4月の3日でございます。3日ですね、4月3日ですよ、はい、桜今咲き誇りって言えるかよっていう感じでですね、はいはい、っていう感じですね、はい、まあ一発目なんでちょっと気合い入れていろいろと、はい、ちょっとね、ちょっとだけさっきまで、はい、テンション高かったんで、はい、そのテンションちょっと引きずってるところあるんですけど、はい、ということでですね、はい、まあ4月でございますので、はい、新しい気に変わったということで、そうですね、ね、うん、年度が変わりましたから、はい、はい、皆さんこれから何かっていうふうにね、はい、考えてらっしゃるんじゃないかなと。まあちょっとなんかいろいろこうデコボコデコボコしてきたりとかしてるんで、おっかなびっくりでっていう感じだと思うんですけどね。カムイ映画祭りをね、はい、やりたいんですよ。そうですね、もうでもね、準備しといていつでも、そうなんです、もういつでもできるんで、あれは、ね、やろうってもう言ったらさーってやりたいなと思ってるんで、はいはい、皆さんよう見といてくださいね、よく見といてください。ここのイベントのところと、はい、うちの、公式サイトのページをよーく見といてくださいね、はいはい、目離してると突然やってるかもしれませんので、はい、いやでもね、本当はね、あれなんですよね、ゴールデンウィークやりたいなとかってちょっとずっと思ってるんですけど、そうですね、ゴールデンウィーク、ねえ、今年ひょっとしたらみんな、ね、ゴールデンウィークどこも行けへんやんとかっていう人いる可能性あるじゃないですか。そうですね、うん、なかなかどこも行けなくて、はいはい、ステイホームしてんねやったら、はい、ちょっと映画でも見に行こうかなみたいな。そうですね、映画は大丈夫ですから、皆さん映画大丈夫です、はいはい、ここもちゃんと感染症対策取ってやりますから、はい、だからもし、突然やるぞっていう話になったらですね、はい、来てください、はい、ということで、はい、やってみたいなというお話でございました。はい、はい、なんかあります？花見のシーズンということで、まあ今多分満開ぐらいかなと、ね、まあまあそろそろね、はい、雨が降ったら散っていくんですけども、はいはい、花見イベントがね、やっぱりできないんで、できないですよね。だからイベントが、うん、今このできるかできんかみたいな感じでやってるので、もうしゃあない、もう花見の代わりにみんなで、うん、ランしようよ。ランはやってるんですよね。いや、じゃあだからうん、お花見ラッシュみたいな。なるほどね。お花見ラッシュって感じで。桜の下は。そう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 。だってもう大阪城公園なんかもう満開ですよ。うん、ねえ。ねえ。そうですよ。最高ですよ。最高です。ランニングコースのコース沿いにめっちゃ桜並木なんで。はい、ありますね。それを見ながら走るって最高じゃないですか。最高ですね。ねえ、だからあれやん、夜にせんと昼間やったよね、土日とかって。ほんまですね、1日4回ぐらい走りますね。嘘、マジか。いやでも俺そのお花見ランは行きたい。やろ、ねえ、いいですね、やろ、企画書、うん、はい、花見ランいいですね、はい、ということで企画決まりました。いいですね、ほんまいいですね。日程決まったらホームページ見といてくださいね、皆さん、はい、やりますよ、やりますよ。はい、ということでございます。はい、はい、ということでですね、はい、今日はですね、今日はですね、はい、ガチプレゼンまた来てます。はあ、はい、はい、ガチプレゼン楽しみですね、はい、めちゃくちゃ楽しみです。はい、大阪さんも結構スポーツ好きでしょ。そうですね、うん、スポーツ大好きですね。僕もまあ元々は高校の時は柔道なんですけど、元はバスケットやってたりとか、はい、はい、あと小学生の時はサッカーやったら一番怖がられる子供やったんですよね。ごついから、はいはい、僕がサッカーボール持ってるじゃないですか、走ってるでしょ、はい、誰か来たらそいつの足蹴るんですよ。そういうクロスプレーばっかりやってたのですごい嫌われてるんですけど、まあそんな話もちょっとしたいなと思ってるんですが、はい、スポーツ関係ですね、はいはいはい、ということで、お呼びしたいと思います。はい、はい、それでは、近藤さん、瑠璃ちゃん、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、すいません、川野さんと、瑠璃ちゃんですね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日は、ガチプレゼンで来てくれたということですが、何のプレゼンなんでしょうか。西心斎橋に羽村ですね、はい、にバーをオープンするんですけど、まあ、先ほどお話しした、はい、フットボール
コミュニティバーのお店を出させていただこうと思ってます。はい、という点ですかね。はい、わかりました。じゃあ、あんまり言い過ぎると10分喋られないからね。スポーツバーオープンされるということのプレゼンをしに来てくださいましたということでございます。はい、では早速、プレゼンを始めていきたいので、すいません、判定員の皆さん、判定員の皆さんお願いします。なんかすごいな今日すごいな、前段も多いし後ろも、後ろなんかまた、また来てる、ちょっと来たよちょっとちょっと、あの月末レギュラーやったんちゃう？ゲストも来てるやん、ゲスト準レギュラーあの花だちょっとこっち側のわかったわかった、はいはいはい、ということで、判定員さん皆さんすいません、よろしくお願いします。では参りますね、はい、いきますね、はいはい、準備は、心の準備は大丈夫ですかすごい傾斜がずっと一応言うとくと、一応言うとくと、これ丸やったらいいんですけど、はい、×やった場合はモザイクがかかって声がボイスチェンジャーかかっちゃうんで、はい、かかりたかったらしいけど、ね、はい、まあぜひ頑張っていただいて、はい、丸を勝ち取っていただきたいと思います。わかりました。はい、それでは参ります。はい、このプレゼンありかなしかスタート。はい、まあサッカーバーなんですけど、まあスポーツバーは多分よく、まあ、見られるっていうか、はい、多いと思うんですけど、はい、サッカーに特化したお店なんですが。サッカーに特化してるんですね。はい。はい、どんな特徴なんですか。もうやっぱりスポーツバーとか言ったらなんか皆今やったらワールドカップとかね、こんなだったら結構見られてる人多いと思うんですけど、やっぱりまあ普段の営業の時だったらサッカー特に放送されてることもなく、僕やっぱずっとサッカーやったんですけども、やっぱりスポーツバー行ってもサッカー流れてなかったからなんか居心地悪いなっていうか、やっぱサッカー見たくて行ってるところがあって、やっぱりサッカーやってるまあからこそなんかまあサッカーやってたらいいなとか思ってたのがあったんで、自分の店をそれやればいい話だなと思ったのもありますし、まあまあまあ、いろんな人もっともサッカー広めていきたいなっていうのは、まあ、まあ簡単に言えばそうなんですけども、はい、で、まあ、まあ今もサッ僕ちょっとマスクつけてるんですけど、ジュニアにサッカー教えてるんですけど、小学生のサッカー教えたりとかしてて、はい、もうちょっと長いこと指導さ携わっているので、はい、もう一番大きい子だったら23とかお社会人とかなってるので、やっぱり久しぶりに会ったりとかすると、うん、ね、ちょっとやっぱもうお酒飲める年なんで、うん、やっぱりちょっといいな、まあ、ちょっと飲みながらね、そう話とかして、やっぱりサッカー選手なかなかね、なれるものでもないので、はい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 、やっぱりもう、サッカー以外のことしてて、うん、でやっぱりその時はもうね、サッカーだけ教えてたいなと思ったんですけども、うんうん、まあ今となっても何にもできひんというか、ね、大人だったからもう僕もなんか手助けできるかなと思った時に、なんかこうサッカーと飲食でなんか仕事をまあつなげれたら、はい、まあ、その子のためにも手助けになるかなと思って、なるほどなるほどなるほど、はい、指導してた時はもうね、サッカー選手に目指してほしいなと思ってただ教えてたからなんですけど、大人ってなんか ね、 応援できんね、サッカーになんかね、関わったっていう形でずっと過ごしてくれればっていうことですよね。そうですね、だからあれなんですね、フットボールコミュニティバーですね、こんな交流とかそういう、ね、なるほどなるほど、まあ、そういうことなんですね。で、まあ、うん、まあ、もうちょうど今から10年前になりますけど、なでしこジャパンが優勝したのをご存知ですか、ね、うんうん、はい、もちろんもちろんですね、はい、まあ、今やったら IT 出てる丸山さんとかも冷静したものなんですけども、まあ、あの時に、まあ、やっぱりサッカーちょっと、まあ、有名だったっていうか、メジャーな、うん、女の子もサッカーしてもいいスポーツっていう感じになったので、はいはい、ちょっとやっぱりこっち側の側からしてみるとサッカーしてる子増えてきたなってすごく感じる分、うん、逆に指導者もちょっと減ってきたっていうか、その分人数、子供の人数増えた分、あ、足りなくなったんですね。そうですね、はい、まあ、増えたのはありがたいんですけど、指導者がやっぱなかなか足りなくて、うん、でまあ、サッカーする場所、今なんかコロナもそうですけど、やっぱ制限かかってて、うん、なかなかうまく回ってないところも感じるな。実際どうなんですか、そのコロナになって、その練習とかのスペースとかってやっぱ何人以内にしてくれとか、なんかその入ったりとかしたんですか。そうですね、やっぱ各自治体によってなんですけども、うんうん、まあ、僕はちょっと田舎の方なので、はい、大丈夫なんですけど、やっぱりどうなんですか、田舎富田林とか。富田林、ああそうなの、俺矢尾市やし、あ、そうなんですか、川内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 ですね、なんや川内のやつやん、そうなの川内の人、ええ人ばかりですからね、まあ、まあ、僕らの PL 保険とかの方に有名なんですけど、ああなるほどね、まあ、まだまだそっちのサッカーがまだちょっとなかなか普及しないともあるんですけども、うん、まあ
まあ、密じゃないから、まだこっちの方はそんなに。まあまあまあ、そうですよね。そうですよね、はい。だってサッカーってものすごいオープンスペースでありますからね。そうですね。まあ、接触もめっちゃ少ないですからね、どっちかというと。そうですね。まあ、接触は当たったりするとか、まあまあまあ、ボールの近辺は。まあでも、それはもう仕方ないっていう感じではあるんですけど、うん、まあそれはもうなんですけども、やっぱり大阪市とか堺市とか、やっぱ人口多いところは、やっぱりなかなか貸してくれないところもあるみたいで。そうなんや。まあそうなったら、やっぱ場所をこうお互い貸し合ったりとかして、なるほど、大事かなと思って、うん、そういう交流も。情報交換も、はい、でまあその指導者募集とかもだし、はい、でまあその打ち合わせをしについでにうちの店来てねみたいな感じですねそうですね、はい、まあでもお酒も飲みながらサッカーの映像流れながらとか、サッカーをこうテーマにしてできるかなと思って、はい、その店を目指してやってる、はい、でもあれですよね、この時期にだってえな何日からオープンですか。もう3月の末から、はい、3月の末からもうオープン触るんですよね、はいはいはい、言ったらこのコロナじゃないですか、うん、もうまさに。そうですね、でこのコロナ禍で、まあ、バーとはいえ、うん、その飲食ですよね。そうですね。ね、あので実はこの隣に座ってらっしゃる、ルミちゃんと俺勝手にちゃん付けして呼んでますけどルミちゃんは、あれですよね、あの店長さんで。あ、そうです。ね、はい、で、あの、ご飯作ってご飯っていうか、はい、あのフードメニューとかはルミちゃんが作るんですよね。はい、はい、栄養士さん、管理栄養士、元管理栄養士、元管理栄養士、え、なんか仕事としてはなんか病院でとか、なんかちょっとだけやってました。その後にずっと飲食にハマって、はいはいはい、飲食やってたんです。飲食にハマったんですね。え、病院食よりやっぱりあの普通の飲食店の方はやりたいと、あの制限いっぱいかかるあのやつとかじゃなくて、はい、なくて普通に、はい、で今サッカーバーをやるってことなので、はいはい、アスリートに向けての食事を出していけたらいいなって。なるほど、あ、それ面白い、はい、へ、そういうのあんまり知らない人が多いんで、はい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 、ちょっとでもその気づきの部分に、あ、こういうのもあるんやなっていうのを知ってもらえたらいいなと思って、うんうんうん、実際あれですもんね、そのお酒飲む場所でね、はい、そんなそのなんていうの、あの木も胃袋も大きくなるから、なんかいろんなもの食べるじゃないですか、うん、でけどサッカーやってる人がね、まあ、当然お酒は飲むとしても、そういう時に体のいいものを食べれるって嬉しいですよね、うん、逆にね、まあ、そういう意味のコメントで、まあ、サッカー選手が困らへん場所とかそういう情報交換っていうのがあればいいなと思って、まあ、サッカーのことがあれば困ったらうちの店来てくれたら何かしら解決なんかできるかなっていうお店にできたらいいなと思ってますね。なるほど、なるほど、そういうことですよ皆さん、はい。え、で、アメ村のどの辺なんですか？サンボールって分かりますか？サンボール、はい、分かります。あの向かい側のビルです、ね。はい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 。レッドロック1階。結構ディープな方に近いですよね。でなんですかね。アメ村の結構中心にはなるかなと思いますね。はい。だから、三角公園から言うたら、南エリアですよね、はい、どっちかっていうとね。はい。はいはい、その、何、でも、飲食人っていうのは何かきっかけあったんですか？まあまあ、僕もさっきの指導者の立場として、はいはい、まあ、やっぱり体育会系なんでやっぱり上の方が喋ってそれを話を聞かされ、聞き方はですけど聞かされてはいはい分かりましたみたいな感じで、まあ、特に意見交換もできずに話聞かされて、はいはい、って感じで、でまあ終わって出て行って、まあ、仲いい方と喋りに行ってやっぱりなんか話せるんですけども、うん、やっぱそういうフランクな関係も できたらやっぱいいなと思って。なるほどなるほど。で、まあ、ちょっとお酒でも飲みながら、ね、そう飲みながらとかあるんで、はい、やっぱこういう時間をやっぱ作ってあげる方がやっぱいいのかな、よりまあいい話進んでいくんちゃうかなって思って、うんうん、はい、まあ、それでまあうちの店あればなみたいな、こういう場所があればなと思って。でもこの、いや本当にそのコロナ禍でね、あの開店するってなんか反対されたりとかされませんでした？まあ、そうですね、まだ反対はまあゼロではないと思いますけども、まあ、やっぱりもっと国民全体がこうサッカーもっと広めていったからもっと国全体のレベルが上がるんかなとか、まあ、今なんかはね、オリンピックもそうですけど、もっともっとスポーツにこう力を入れていってで、はい、行けばもっと国自体も良くなってるんちゃうかなと思って、うん、まあ、少しでもなんか社会貢献できるんちゃうかなと思って、まあ、まあ、だからもうやっぱりメインとしてはそのサッカーを、そうですね、たくさんの人に知ってほしいっていう、もうそれも伴って、そして、まあね、その、サッカーの人たちがみんな交流して、いろんな情報交換ができる場所を作りたい。そうですね、まあ、僕もサッカーして全然わかんない、他のスポーツね、ああいう子は言えないんで、まあ、サッカーはまあある程度好きやと思ってるんで、もっともっとなんか広めていって、まあ、いけたらいいなと思ってますね、はい。あのちなみにそのこのこルミちゃんとのつながりはどこから来たんですか、これ？めちゃめちゃあれですけど、まあ、地元の友達の妹の友達って感じですね。おお。そう。なんか恥ずかしい、なんか恥ずかしい。この紹介。いや、だから。友達の妹の友達だ。そうそうそう、すごいな。そういう感じ。すごいな。はい、
もう赤の他人ですね、はい。でもそんな妹の友達までたどり着くってなかなかないじゃないですか。そうです、ね。地元の友達は、俺ちょっとスポーツバーやろう思てんねみたいな話をしたわけですか。もう昔から友達なんです。あ、昔から。あ、そうですね。もうここは直10年ぐらい前から。あ、そうなの、はい。なるほど、なるほど。そういう話をたまたましてて。あ、じゃあ、昨日今日出会ったとかじゃなくて、昔からの知り合い で、俺やろう思てんねんけど、みたいな。ほんなら私もやりたいわ、みたいな話なの。飲食やってるな、そういや、みたいな話で。まあまあ、タイミング的に。なるほどなるほどなるほど、そういうことですね。じゃあもう河内の人なんですね。はい、堺です。あ、堺か。でも南の方。まあまあまあ、まあ、先週ね、俺実は大学堺やったんですよ。7校ちょいちょい絡めていく。近づいていきます。だいぶ近づいていくんです。はい、そっかそっかそっか、なるほどなるほど、そっかそっか。なるほどですね、わかりました。じゃあそのもうね、オープンはされてるということなんですけども、なんかこうあれですかね、こう見た人が行ったらなんかあのおまけしてあげるよみたいなんてないんですか。なんかある今回ってたかなんかあるの思いついたかなまあ、まあ、何ってか、グリ、なんか、あの、なんかあるの、ウェルカムドリンクとかなんか。あ、ドリンク、おつまみでも。おつまみ、はい。どっち？でもこっちはもう、何時間のサッカーの話ができるっていうのも、そういう提供ができるって感じ。サッカー話提供してくれそうです。はい、はい、頑張りました。ありがとうございました。はい突然降りましたんでね、私がね、だいぶ困りましたけど、はい、はい、という感じですけど、大丈夫ですか、なんかもう言い残したことないですか。いや、まあ、もうこの後ひょっとしたらボイスケンチェンジャーかかるかもしれないから、早めに言うといた方がいい。まだまだ喋ることいっぱいありますけど。うわ、そうなんや、あったんや、あったんや。サッカーのことなんで。あ、サッカーのことなんだね、はいはい。お店のプレゼンやからね。そうです。サッカーのプレゼンちゃうからね、今日ね。はい、なるほど。はい、ということでございます。はい、では、もうね、後ろ見てみてほら。まあ、早くどっちか出したくてしょうがないっていうね。もう決まってるってことですよ、俺は。はい、怖いこと言うな、この人。怖いこと、怖いこと言うで。はい、では、もう後ろがうずうずうるさいんで、そろそろ判定いきたいと思います。はい、では、参ります。このプレゼン、ありかなしか、判定！はい、丸4つです。はい、はい、よかったね、ありがとうございます。はい、はい、ということで、まあまあ、川野さんと、ルミちゃんの、プレゼンはなんとか成功したということで、はい、よかったですね。はい、はい、あの、なんかそのスポーツバーにはあのモニターとかあるんですか。はい、やっぱりね、はい、サッカーとか流すよね。はい、はい、ぜひあのそのモニターで今回の配信見といてくださいね。あ、そうです。YouTube 入りますよね。入りますね。YouTube 入りますよね。恥ずかしいですね、その。いやいや、いいじゃないですか。それをネタにみんなで飲んだらおもろいやん。いじられるんですよね。いや、それぐらいでないとお客さん楽しまさない。そうです。なんかそうきっかけになるでしょ。だってそうですね、まあ、ね、そうでしょ、はい、はいはい、だから僕ね、ルミちゃんいじっとけへんかったら絶対お客さん怒られると思っていじらなあかんと思って多分ルミちゃん目当てで言ってる人おるよね。はいはい、ぜひって言ってるから、ぜひって言ってるから来てね、来てね。はいはいはい、ということで今日はだからスポーツバーの名前を言わんとあかんよね。あんまり回数言ってないよね。あ、そうですよ。ああ、はい、フットボールコミュニティバーのブエノスです。ブエノスです。はい、皆さん、アメ村に行ったら、はい、ブエノス探してみてくださいね。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、ということでおはようございます。はい、お店の情報を伝えに来ました。はい、はい、月曜日毎回走っております、チームラッシュでーす月曜日、次は5日の日ですね、はい、5日月曜日となっておりますので、はい、ぜひぜひ走りに来てください、はい、お待ちしております。で、あと10日の日がボードゲーム大会をしようかなと思っておりますので、やった、はい、また脳トレ、脳トレ、脳トレです。本当に脳トレになります、はいはいはい、なのでぜひぜひね、時間とか詳しいのはホームページの方をご覧ください、うん、はい、もうぜひね、あのブロックスで俺絶対ね絶対勝ったんで、この番組でね、ブロックスやって正月一発目から、はい、やりましたね、はい、将棋やりました。あ、この間で私初めて将棋を、将棋を、はい、いや、初めてやった、初めて
てやりました。ほんで結果は？え、結果は、1勝1敗です。お、1勝1敗、はい、お、1勝してんねや、はい、教えてもらって、まあ、駒の動かし方、はいはいはい、まあ、こうやでっていうのを聞いて、はいはいはい、あ、じゃあこうやっていったらいいかなと思ってやったら、はい、お魚さんには負けましたけど、はいはいはい、他の方とやってほしい。ああ、なるほどなるほど、はい、そういうことですね、なるほど、はい、はい、まあ、そういうこともありますんでね、はい、いろんなゲームありますから、いろんなゲームあります、はい、ぜひ皆さん楽しみに来てください。はい、お待ちしております。それは、何時から何時、詳しい情報はまたホームページの方に載せますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ帰ります。はい、ありがとうございました。はい、高橋さん。はい、はい、おはようございます。おはようございます。シネマコミケの高橋翔です。はい、シネマというのコーナーでございます。はい、はい、アメリカ村と言いますとね、はい、シネマと震災橋さんがね、ああございます、あるということでね、はいはいはい、で最近また震災橋にイオンシネマさんができたんですね。おお、そうですか。パルコの上でしたっけね、できて、こうなんか要線のね、はいはい、シートとか売られてますけどね、興味があれば行ってください、ね。はい、シネマと震災橋さん、どっちかと韓国映画のね、はい、本拠地で言われてますよね、はいはいはい、韓国映画多いんですけどね、はい、私その多分お近くでねバイトしてたことがありまして、うん、はい、アメ村で2年間ののかというところでバイトしてましたんで、うん、カラオケ、唐揚げ食べに行ってください。何の話だと思いますか。で今日は良かった、はい、先週ね、アーティストの、ね、うん、映画持ってきて残念やった、はい、残念やったね、うん、ね、私はどっちかというとスポーツ音痴なんですね、うん、見るのもダメ、はい、やるのもダメ、はい、でもなぜか映画になったら見るという、お、変わってますけども、はい、はい、今日はバッチリですよ。来た、はい、来た来た来たよ来たよ、1本目ゴールです。ゴール来たよ、ゴール、はい、めっちゃもう超盛り上がるよこれね。あの多分ね、あの多分声出せへんかったら店で流しても OK かなと思うんですね。声出すとダメなんですけど、英語だけやったら OK かなと思うんですけど、ね、はいはい、ゴールが2005年のイギリス・アメリカ合作映画ですね、はい、これすごかった。そこはね、感動してね、実はでも3本まであるんです。あります、全部見ました、はい、見ましたか、うん、そうね、2までは公開されまして、はい、3は DVD で、はい、1で公開された時に、あ、ね、だんだんね、うん、沈ん、いや、言うだからでもね、この 1公開した時に3に出れるでっていう、そうそうそう、そうやってた、やってたやってた、はい、やってた、まあ、興味ないんで出します、はい、これまあ、まあ、とりあえずサクセスストーリーで、そういう、そうね、ちょっと田舎で住んでる、あのメキシコに住んでた男の子が、ね、あの要はね、移民じゃないんですけど、はいはい、本当はなんていうの、あの、何だっけ、あの勝手に入ってきたんですよ。あの密入国してきたの、はいはい、でそれ密入国して、でもサッカーが好きで、はい、サッカーをずっとやってて、はい、そのサッカーとしての腕を買われて、はい、気がついたらロンドンに行き、うん、そうですね、そうそう、イギリスでプロ選手になり、そこからサクセスしていくんです、ね、ね、だからでも1がね、はい、一番やっぱりね、ものすごい良かったですね。まあ2までは良かった、そうですね、でもこれ1がベッカムが出てますね、1にね、すごいすごいです。2がジダンとか出てるしね、2は誰が出てるの、2はあんまり出てます、ジダンで3で、結局、中田選手が出てますね、はいはいはい、そういう感じでございます、はい、まあ、サクセスストーリーなんで、はい、そういうスポーツバーで見ていただくのにはいいかなと思います。サントラまで買っちゃったから、はい、あ、そうなんですか、はい、そうね、そこまでお金ですか、はいはい、これでもあの DVD は今めっちゃ格安で、あ、15、はい、100円ぐらいで出ます、ね、私は一応ショックやな持ってますけどもね、はい、ショックやけどいいですよ、ね、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、これはいや俺来るんちゃうかなと思ってるよ、ね、あ、そうですか、でもこれが監督見るってすごいですね、はい、やっぱりまあボスマンですと、はい、もう一本が、もう一本がで、まあサッカーともう一本映画になると言ったらボクシングですね、来ました来ました、で今回は新作を持ってきました、はい、来週4月9日金曜日公開のブルーっていう、ちょっとね、はい、本当で皆さん見てください。まあ、去年はあの、アンダードッグっていうね、あの 森山未来さんのね作品がいいって言われたけど、はい、あんまりヒットしなかった、はいはいはい、最近だからボクシングの映画いいんですけど、はい、あんまりヒットしないですね、うん、ちょっと暗いですよ、ね、まあ、だからまあどうしてもスポコンの映画ってサクセスストーリーやから、うん、人が変わっただけで目的も一緒やし、はい、なんかちょっとワンパターンって言えば、うん、ワンパターンのところがあるんですね、はいはいはい、でこれはブルーということで、これ青コーナーは赤よりも落ちるんですね、ランクがね、はい、そうです。だからその絵で、松原健一さんはデビュープロデビューしてるんですけど、1回も優勝したことがない、はいはい、勝ったことない選手で、はいはい、でもジムでまあ教えてるということで、はい、で持ってた映画ために入ってくるのが、江本と時生さんが扮する人が入ってくる、はい、で、そのジムの、一番看板選手が東さんね、うん、あの
ね、はい、自分もボコボコされたからね、今回はボコボコする役でとりますけど、いい役してます、はいはい、でもやっぱりそこにちょっとね、これまあ内容いろんな詰めすぎで、うん、まあ、恋愛もあったり、うん、やっぱりちょっと病気もあるんで、うん、ちょっと伏線が多いんですけど、うん、最終的にどうなるのかなというのを見てほしいと思います。なるほど、はい、なるほど、新作映画なんであんまりね、はい、言えないで、ね、言えないんでね、はいはいはい、ですけどね、大阪のブルックセブンの方で公開がなります、はいはい、天ヶ崎の方はムービックス、天ヶ崎でも公開ですね、はい、ムービックス八尾の方でもお、やりますよね、はい、八尾でもやりますよ、八尾の人、見てますか、はい、いましたね、ムービックス堺の方でも、はい、はい、堺でもやるよ、はい、震災橋はせずに、はい、ナンバーパークシネマで公開になりますんで、はい、ぜひともね、富田林はないよ、はい、あかあか、ね、これ僕さ見に行ってから、はい、夜に、はい、サッカーの話しに行って、はい、あ、いいっすね、ね、いいっすね、ボコボコ試合、ボコボコ、ボコボコ試合ボコボコのきっかけになればと思います。はい、今日はスポーツ日本ご紹介しました。はい、ありがとうございました。はい、エンディングでございます。はい、ということでですね、なんかものすごいこう画面がうるさいねすごいうるさいね、これ、ね、一番多いです、ね、いや一番多いです ね、 ね、 ですね、間違いなくです、一人多いんや一人多いんや、いや、ここのコーヒー美味しくて毎月飲みに来たのよ、ほんまか、月始めよね、毎月飲みに来た、いや、ちゃうやろ、今日は、今日はあれ宣伝しに来てんやろ、え、なんの、え、なんのって今手に持ってるやん、いや、これ仕事バッグやねんけどさ、なんやそれなんやねん、そのネタそのネタなんやねん、常に持ってるのよ、はいはい、でこれね、はい、これね、うん、はい、そうなんです、4月18日、はい、大阪南堀江のコーナーストーンバーで、リリースパーティーします、はい、CD じゃないの、ごめんねそうなんですよ、みんなあのこれ買うとね、あの漏れなくレコードプレイヤー買わないといけないレコードですね、レコードですから CD じゃないんで、あのぜひあのバーにもレコードプレイヤー置いてください。ほんだほんだこれあのプレゼントしてくれますか。よくわからん。誰も儲かってないかもしれない。はい、はい、というのをまたついでにプレゼンしに来たということなんですけど、はい、はい、はい、ということでなんか今ワイワイしてますけどね。はい、はい、こんな感じでもうね、もうお店もね、どんどんワイワイといろんな方に遊びに来ていただければなと思ってますので、はい、これからバンバン企画していきますんで皆さん、注目しておいてください。はい、はい、ということで、スポーツバーのブルーノも、もうオープンしてますから皆さんそちらにも行っていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。さよなら。